はい、改めまして、横浜マリノス株式会社の太田と申します。よろしくお願いいたします。この会場にはまあサッカーあまり詳しくない方もたくさんいらっしゃると思いますので、ちょっとそこら辺の話からさせていただければと思いますけれども、日本プロサッカーリーグ J リーグが誕生して今年でいよいよ25周年を迎えます。で、まあ、25年前5月15日に、まあ、今亡き国立競技場で開幕したわけですけれども、その時のカードがカズさんとか、あとラモスさんとかが率いる読売ヴェルディと、それから木村和司さんとかラモン・ディアスさんとか、井原正巳さんがいらっしゃった、まあ、この横浜マリノスというカードでした。でそれから25年間、まあ、マリノスとですね、あと、まあ、鹿島アントラーズ、この2チームだけが、まあ、J1 にずっと居続けるわけですけれども、まあ、そういった日産サッカー部時代からの歴史も含めていい意味でこう伝統があると、まあ、意味では言える一方で、まあ、近年すごくいろんな課題が、まあ、出てきているというところもあります。まあ、一つには隣町のですね、まあ、川崎フロンターレさん、徳力さんが大好きな川崎フロンターレさんが17シーズン優勝されて、もういよいよこれはまずいなという危機感に駆られていますけれども、まあ、そういった背景もありますし、観客動員、今ファンがたくさんいるとおっしゃっていただきましたけれども、お客さんの総数でいうと1位はまあ皆さんご存知の浦和レッズという、まあ、埼玉にあるすごく大きい、まあ、強いクラブさんです。2位が FC 東京さんで、次いで、まあ、年間42万人ぐらいなんですけれども、まあ、マリノスとなってきます。なのでその意味での伝統を生かしながらこうどう新しい道を打破していくかというようなところを17シーズンアジャイルメディアさんとご一緒させていただきました。まあ、その時のちょっとこう試行錯誤も含めて今日ご紹介させていただければと思います。まずここに書いたのはスポーツビジネスにおけるまあ収益の柱ということで、これは例えばまあ海外サッカーですとか、それからオリンピックとかでもまあ大体この4軸が収益の柱になってまいります。これは84年のローサンゼルスオリンピックの時にピーター・ユベラスさんという方がまあ開発したというかビジネスモデルで、いまだにこういったものがスポーツビジネスの根底にあります。でチケットというのはまあお客様ですね、入場者の方が払っていただくところです。まあ、それからスポンサーさん、あとマーチャンダイジング、グッズです。それから昨年だいぶ話題にもなりましたけれども、放映権、まあ、J リーグはダゾーンさんと非常に大型の契約を結んで、まあ、新しい一歩を踏み出したわけですけれども、この4つがまあ柱になってきます。柱なんですけれども、これをまあどう回していくかと考えたときに、やっぱり軸になるのは左上にあるまあチケットの部分です。どれだけ多くのお客様にスタジアムに足を運んでいただくかということが、まあ、全てのこの4つの軸を回していくときのエンジンになります。でこのチケットをどう増やしていくかなんですけれども、ここに書かせていただいたのが、まあ、我々のファンファネルと呼んでいるもので、ちょっとごめんなさい、左上のコアファンのコアのスペルがちょっと間違って大変恐縮ですけれども、今マリノスのお客様の構造をファネルとして捉えたときに、このようにまあ我々は考えています。で一番上の方、コアファンとかエンゲージドファンという方々は、例えばホームゲームはもちろんですけど、アウェイ、関東近辺どころかですね、札幌で試合があろうが、九州で試合があろうが、はたまた ACL でアジアで試合があろうが、常に来ていただいて、もうずっと応援を熱くしていただける方ですとか、もう本当に親子3代にわたって毎年シーズンチケット買っていただいて、グッズもたくさん買っていただけるような方々です。でこうした方々、まあ、でこうしたまあファネルで見たときに、もちろんこのファネルをそれぞれどう増やしていくかとか、まあ、アップセールをしていくかというような、まあ、いろんな課題があるわけですけれども、このファネル間になんかちょっとこうキャズムがあるというかですけど、どうしても越えられない溝が存在するっていうのをまずどうにかしたいなというふうにまあ考えてました。で一番上のこのコアファン、エンゲージドファンとかアクティブファンの人たちは本当にこうロイヤリティが高くて、クラブにもう協力貢献したいと、もう本当に頭が下がる思いなんですけれども、本当にボランティアでスタジアム中をきれいに掃除してくださったりとかですね、試合がない週末にはこうクラブのポスターを横浜市中のまあ3000店舗に配りに行ってくださったりだとか、もう本当にそういうなんとかクラブの力になりたいっていう方々が本当に多いんですが、まあ、一方で非常にこう熱狂的な方々も多くてですね、そういった方の声にまあ埋もれがちというか、そういった課題があります。で先ほど佐藤さんの午前中の講演の中で、ファンミーティングっていう、すごくこういい意味でのファンミーティングっていう話がありましたけれども、J リーグクラブにとってファンミーティングっていうのは、どちらかというとこう恐怖の対象でして、例えばこう J2 降格争いをしたとかですね、まあいろんなクラブの中で、まあ、お客さんになかなかこう受け入れていただけないようなこうトラブルというかがあったときに、社長出てこいとかですね、
こうファンミーティング開いて俺らの思いを訴えてやるみたいな形で、どっちかというとその怖い場というか、そういったものもすごく多いんですけれども、とはいえもちろんチームが勝てなくたって、クラブのために何とか仕上げようという、すごくこう温かい、ロイヤリティの高いのファンの方がいっぱいいるんですけれども、どうしても一部の方の声に埋もれがちっていうのがすごく課題です。で、2番目のこのファネルのところに来ると、この方たちは年1回来場されるとか数年に1回いらっしゃるとか、そういったレベルの方々ですけれども、この人たちをどうアップセールしていくかっていうときに、すごくこうサポーターのコミュニティっていうのは興味があるし、もっとマリノスを応援したいんだけど、ちょっとこう引いちゃうというかですね、そこまでゴール裏で裸になって飛び跳ねて応援したくはないけどみたいな方たちです。で、下の方たちは、スペクテーター、ダゾーンさん、スマホで、テレビ観戦をしたりだとか、それから、低関心の方々ですけども、やっぱりこの方々にクラブの、マーケティング活動として直接何かを届けるっていうのが非常にこうハードルが高くてですね、一方でお客さん同士とか、口コミに関してはすごく信頼度とか受容するレベルがすごく高いっていうことが分かってきています。ですので、アップセルとかそれぞれのパイを増やすっていうことに、並行する形で、この上の人たちの埋もれがちな声をどうこの真ん中の人たちとか、さらにはこの下の人たちに届けていこうかということを、アジャイルさんと話し始めました。で、やってみたのが、こういうキャンペーンです。で、上の2つは、いわゆるというか、先ほどのファネルでいうと上の人たちの声をどう下のファネルに届けるかって、もう本当そのストレートなやり方というかですね、シンプルなキャンペーンでした。どうしたらもっとこう観戦を楽しめるかっていうことを、すごくコアな人の楽しみ方ももちろんなんですけど、初めて来た人が楽しめるような声をクラブがこう案内するんではなくて、お客様の声を通じていろんな方に届けていくというものでした。で、下はこれ9月と11月にやったキャンペーンなんですけれども、そこはさらにちょっとこう進化というか改善を加えまして、もちろん声を届けるだけではなくて、届けた先でさらにこう活性化した声をスタジアムのコンテンツですとか、それから実際の演出みたいな部分に目に見える形でこう落としていきました。左の部分でいうと、お客さんにもらったこうメッセージを大型ビジョンにこう映し出してですね、で、当時夏の終わりだったんですけれども、スタジアム中を真っ暗にして、で、光のメッセージが集まって最終的にはこう花火になり、光るエンブレムになるみたいな、なので皆さんがこう投稿してくれた声がこれから戦う選手たちの本当に背中を押しますみたいな、そういう演出の一部として使いました。で、右下は鹿島アントラーズの試合だったんですけれども、25年間ずっと続いてきたカードでしたので、この25年間で一番いい試合ですとかゴールみたいなものを、例えば3年間10年間ちょっとスタジアムからこう足が遠ざかっているような昔のファンの方々の声も拾って広めていこうっていう意味でやりました。で、これも実際にお客さんが選んだこのベストシーンがスタジアムの中で飾られたりだとか、街でプログラムになって、それに選手がコメントするとか、そういった形でただの活性化というよりは、なるべくその当日のコンテンツですとか、お客さんの全体のこう体験でくくって形にしていくというふうに変えていきました。で、結果どうだったかって、ちょっとこれはただの数字でしかないんですけれども、口コミ数ですとか、もちろんそのオーガニックな部分、トータルタイムラインビューも含めて、作態比でだいぶ伸ばすことができました。ただじゃあこれ伸びたからなんだっていう話なんですが、一方でこれはデジタル上の数字の変化で、こちらがですね、次がチケット販売の数です。で、左が総入場者数で、16年に比べて昨年はプラス 3% 伸ばすことができました。で、2番目と3番目が、そのトータルで伸びた中から、いわゆる年間チケットの方とかですね、いわゆるそのコア層、ファネルでいうと上の人たちが買っているチケットを抜いた数です。なので最初のファネルでいうと一番下の方とか真ん中の方のファネルの人が買ったチケットでいうと、昨対比で 14% 増えたと。なので、この前の画面のこのデジタル上での活性化というか、視覚化であり顕在化みたいな動きが、間違いなくこの真ん中の2番目と3番目につながったかなと、感触としてはあります。ただここからがやっぱり先ほどの徳幸さんのご指摘の通りなんですが、じゃあこれもっと増えたら何がいいことあるのと、
まあ、社長に聞かれるわけですね。でもちろんそれに当然答えとしてはなかなか難しいものがあって、この画面と前の画面の数字ってやっぱりこう相関もあるだろうし、増やしていくべきところだと思うけど、やっぱりその直接的な貢献度だったり費用対効果みたいなところはどうしてもこう提示することができないと。でじゃあどうしようかなっていう悩んでた時に、この口コミキャンペーンを通じて、まあ、アンバサダープログラムを通じてやってきたこと、顕在化されてきたお客さんの声が、まあ、別のところでこうマネタイズというか あった価値をですね、さらにこう向上させることになりました。いっちゃっていいですかね。はい、それがですね、まあ、エンゲージメント向上による新たなパートナーシップの価値向上と、まあ、ちょっと長いタイトルで書きましたけれども、昨年のまあ9月頃から、ライオンさんの新商品で、まあ、ノニオという、まあ、新しいマウスウォッシュの商品さんに、まあ、スポンサードという形で、まあ、パートナーシップの契約を結ばせていただきまして、ご一緒させていただく機会を得ました。でこれまでまあスポーツスポンサーシップっていうとですね、まあ、皆さん多分見たことあると思うんですけど、こう選手のユニフォームに企業名が出てたりとか、スタジアムの看板にロゴが出てたりとか、それをテレビを通じて何万人が見ましたとかですね、どういう露出価値があったかっていうことが、まあ、対スポンサーに対する提供価値であったんですけれども、今回のこのパートナーはもう全くそういうところではなくて、このプログラムを通じて活性化顕在化してきた僕らのこの背後にいる、まあ、数万の非常に有料なお客さんと、この新商品に対する、まあ、エンゲージみたいなものをこう直接結ぶというか、橋渡しすることがまあできたと、そこが一番まあ価値を感じていただけたところです。で真ん中のまあ投稿なんかまさにそうなんですけれども、マリノスのオフィシャルパートナーであるノニオさんからこれをいただきましたと。で今日から我が家はノニオに乗り換えますとか、あと右の方はですね、スポンサー様マリオさんのサポートありがとうございますということで、これ別に書かせようとしてわけでは何でもないんですけれども、こういう形で、なのでライオンさん、まあ、ノニオさんにとってみると、やっぱりその新規のファン、これから獲得、新商品を出されて獲得していこうという時に、マリノスを通じることで即時、まあ、に新しいファンを獲得することができるということと、まあ、そのブランドに対するエンゲージメントの高いこう SNS を拡散どんどんしていってくれると、オーガニックに近い形でしていってくれるということで、まあ、非常にこう喜びというか評価をいただくことができました。で先ほど申し上げたように、こうスポーツスポンサーシップの形っていうのもおそらく今後随分変わっていくと思っていまして、やっぱりただテレビに映ってどうこうっていう世界から、まあ、こういうお客様をこう どう相互で送客していくか、でお互いが抱えているお客様をどうお互いのアセットを使って活性化していって、最終的にこうエンゲージを高めていくかって、こういう方向に行くんではないかなと思っていますし、まさにその先陣をですね、ライオンさんと一緒に取り組ませていただけたということは大変いい経験となりました。あとは他の部分で選手アカウント、まあクラブのもちろん一番のアセットは選手たちなんですけれども、でお客様ももちろんクラブを愛しているけれども、まあ、選手が好きで選手を応援したいという方もたくさんいますので、この選手自身がやっているアカウントとお客様のそのデジタルでの行動みたいなものをどうこう結びつけていってあげるかなっていうのもすごく課題でした。でそちらにいらっしゃるアジアイルの水口さんにですね、夏のキャンプにお越しいただいて、全選手に講習会をやっていただきました。でつい先日も某野球チームの某スラッガーの選手が若干炎上気味でですね、インスタ叩かれてましたけども、やっぱり今までどうしてもその選手たちのアカウント、選手たちのそういうデジタル上での発信っていうのは、まあ何ていうかこうリスクの対象っていう部分が非常に多かったんですけれども、まあリスクとしてというよりは、いかにその選手たちの価値を高めることと、ひいてはそれがそのクラブの価値、まあ集客だったりパートナーシップとの価値向上だったり、それからお客さんに対するまあ発信みたいなところとこう連動させていくかっていうのがすごくまあ今後の課題かなと思っていて、そういう意味ではこれするなよあれするなよっていう講習ではなく、こう非常に前向きな、こうしたらもっと選手たちの価値を高められるんだっていう具体的な講習をですね、アジャイルさんと一緒にやっていただけたっていうのはすごく良かったですし、その結果として選手たちのまあ口コミの内容だとか、そういったものもまあ徐々に変わってきているなという手応えがあります。まあ、こういったところが主な事例ですけれども、次佐藤さんに怒られちゃうかもしれませんけど、ちょっと刈り取りたいって書いちゃいましたけど、なのでまあこうした17年の試行錯誤を経て、来年なんですけど、
まあ、先ほどちょっとお話しさせていただいておる通り、まあ、じゃあこの口コミお客さんのまあその顕在化が最終的にどう売り上げに貢献しているかっていうのはなかなかやっぱり検証するのが難しいなっていうのが、まあ、課題であると同時にもうある種の結論です。なのでやっぱり それを直接的な売り上げっていう形で回収するっていうよりは、先ほどちょっとお話したそのスタジアムでのお客さんのプログラムであったりとか、パートナーシップとの価値向上であったりとか、その全体的に連動する一部としてやっぱり刈り取っていくっていうことが大事だろうなと。でそのためにあの来シーズンぜひこの競争型というかキャンペーンという形でこうポツポツと単発でやるんではなくて、やっぱり常設な形で常にお客様の声がクラブの声がと同時にこう可視化できてですね、一緒にこう例えば同じグッズを作っていくだとか応援の方法を考えていくだとか、もう本当にそのファミリーとして共に何かをやっていくっていう場を常にこう目に見える形で、まあ、例えばファンサイトみたいな形でやっていけないかなということに今まさにいろいろご相談させていただいている最中です。はい、ということでこんなことが17シーズンの取り組みでした。はい、はい、ありがとうございます。ではちょっと若干深掘りとして弊社の先ほど紹介いただきました水口の方とちょっと質疑応答タイムをさせていただきたいと思います。アジャイルメディアの水口です。よろしくお願いいたします。すいません、じゃあ多分皆さんが聞きたいであろう質問をいくつか考えてきたんですけれども、もう独立も最初に言ってたんですけど、コアなファンがこんなにいるなら別に今更なんかそのコアなファンとアンバサダーの区別とかしなくてもいいし、そのコアなファンの人たちだけと何かやるっていうのでもいいんじゃないかなってきっと思われてる方多いと思うんですけど、その辺いかがですか。ちょっと先ほどもお話しさせていただいたんですけど、確かにそのコアファンっていう意味では他の企業さんにはないような本当に強いコロエリを持ったサポーターの方が多くいていただいて、それは本当にありがたいんですけど、一方でこうやっぱりそこはそのスポーツの特性というか、どうしても試合の結果とかですね、その J2 に落ちる落ちないとか、そういったまあ僕ら そのビジネス上ではどうしてもコントロールできないこうチームの部分に左右されてしまうところがあって、そこがどうしてもこうもったいないなというか、これだけ多くの支えてくださる人がいるのに、そのコントロールできない部分でそれが一気に右にも左にも動いていっちゃうっていうところがすごくもったいないなと思っていて、まあ、本当のコアな部分のちょっとこの下の人たちっていうんですかね、まあ、そういう人たちに狙いを定めて、その人たちの声をちゃんとこう広げていくというか、目に見える形にしていきたいなっていうのがまあ一番の狙いでした。ありがとうございます。でもそういう取り組みって他のスポーツ業界だったり J リーグでってされてないと思うんですけれども、これマリノスさんで話通す上ですごい苦労しましたっていうこととかあれば教えてください。まあ、ちょっと夢も希望もなくて大変恐縮なんですけど、昨年の1月に新しく社長が就任しまして、なるほど、41歳の若い社長なんですけど、まあ非常にそういう感度が高かったですし、まあ、新しいことを一緒にやっていこうと、まあ、いうようなところが大きかったかなと、まあ、と同時になんか結局散々さっきからそういう話になっちゃいますけど、まあ、これまでそのサポーターっていうものがなんかこうリスクの一部みたいなところがどうしてもあったので、まあ、そうではなくてやっぱりそのいい部分をいきなりシーズンの終わりにそのリスクがバーンと顕在化しちゃうことを避けるっていう意味でもちゃんとやっていきましょうっていうような、まあ、進め方をしたかなと。ありがとうございます。その社長さんが新体制発表会の時に口コミ数がこんなに増えましたって発表された後にサポーターの皆さんが俺らの口コミ見られてるって結構ざわついてたんですけれども、ああいう口コミってサポーターだけじゃなくて選手の皆さんも見てるものですか。結構好きな選手は見てますね。特に若い選手は、はい、そうですね、結構選手間のツイッターでの会話とかがマリノスさんって頻繁に行われていて、インスタグラムとかでも結構面白いのが出てきてるんですけど、そういうのを見てまたサポーターはきっと喜んでるなとは思うんですけれども、そういうのがそのファンにいい影響を与えてるんじゃないかなっていうのって何かで測ったことってありますか。まあベタですけどね、そういうソーシャル上のものはもちろんその、まあ、会話も含めて一応全部チェックするようにはしていますし、
まさに水口さんの講習のおかげで恐縮です。そこはすごく盛り上がってるなっていう感じはします、はい、ありがとうございます。じゃあ最後になんですけれども、この口コミでさっき競争をやっていきたいという話があったと思うんですけれども、実際さっきご紹介いただいたキャンペーンの左下の部分が、ある意味競争だったと思うんですけれども、あれやった後なんかこうサポーターというかファンの方々のなんか印象というかちょっと態度とか変わったように感じられましたでしょうか。はい、そうですね、随分ソーシャル上でのこう態度というか発言の 量ももちろんですけど、その質も随分変わってきたなと思って、うん、で初めはその僕らが先ほどちょっとお見せしたファネルに対してこうアプローチしたいっていう考え方でしたけど、お客さん側にとっても僕らが思っている以上にクラブの人の顔が見えないっていうか、クラブが何を持ってるかわからないみたいなのがやっぱり僕らが思っている以上にストレスだったんだなっていうのがすごく分かってきました、ああいう取り組みをやってきて、はい、なのでこういう形で言えばそのクラブにちゃんと届いてるんだとか、何らかのこう形につながっていくんだっていう経験としてすごくよく受け止めていただいていると、今のところは思ってますし、はい、なんとかその流れを、しつこいですけどそのチームがどういう状況にあろうが、やっぱりこのクラブとして常設的にというか恒常的にやっていかなきゃなっていうところですかね。ありがとうございます。ファンの方々とそうやってエンゲージメントがきちんとした形で形成されてきたから、ノニオさんみたいな取り組みもちょっとやってみようと思えたというか、そういうのもあるのかなと個人的には思います。もうぜひ、私営業の人間でも何でもないそうした取り組みにご興味ある方いらっしゃいましたらぜひマリノスと一緒にやらせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみに先ほどちょっと出ましたけど、フロンターレさんに優勝は持っていかれてしまいましたが、まだマリノスに頂点を持ってこれるチャンスが今キンキンにありまして、マスコット総選挙というもので検索していただけると、今 J リーグのマスコットの投票が行われております。マリノスさんのキャラクターのマリノスケというのもちゃんとエントリーしておりますので、もしよろしければ皆さん一票ポチッとしていただけるとみんなが喜ぶと思います。ありがとうございます。開幕というか試合の日程も出まして、4月8日が日産スタジアム、僕らのホームでの開幕戦なんですけど、なんと相手が川崎フロンターレで、なんと徳力さんがどちらの席にこう行かれるのかなっていうのが、今からちょっと気になってるんですけど、はい、ぜひなんかただ笑って見てるだけみたいなんですけれどもこういう取り組みの中で、多分そのファンの人と一緒に何かをやっていこうと決めるというのがスポーツ業界ではなかなか難しいんじゃないかなと個人的には思っている中で、踏み出していただいたからこそ見えてきたものとして、今新しいものを作っていこうだとか、そのスポンサーとの関係値を変えていこうとしているというところが個人的にはすごくチャレンジングで、変わらないたまに変わり続けているような感じがしているので、これからもお手伝いをさせていただければと思っております。じゃあ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。横浜マリノスの大沢さんでした、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。